さあ今回もゴーイングメディバルやっていきたいと思います。あれからですね、罠橋も改良しました。それよりもですね、建物の方を、実は頑張って作ったので、そちらの紹介が今回はメインになりますね。罠橋の方の改良を先に説明すると、前回この橋をすり抜けて通っちゃう奴らがいたんで、一応両端はここ穴開けて、なるべくここを通ろうとすると落ちるような感じにしたんで、多分これですり抜けないんじゃないかなと思います。で、あの大きさ揃えました。石の机ですね、2マス使う大きな石の机で、ここから入ってきたらこういう風にしか、いけないようになっております。それを相変わらずですね、上のこの迎撃システムから撃ち下ろすという作戦になっております。でちょうどね、襲撃も来ておりますんで、で、この掘り下げたおかげでですね、ここしか来れる場所ないんですよ。そうすると敵のリスポーンもだいたいここかここからしか湧かないので、もう完全に楽勝ですね。もうこっちからしか来ないと、罠橋の方しか来ないんで、まあ、あのリスポーンポイントを計らずしも絞れたと。では早速建物の方を見ていきますかね。建物は見てください、これじゃじゃーん、ピラミッド型のお家に作り変えました。かなり大変でした。バカでかいですね。多分40マスかけ40マスぐらいの大きさになっているのかな。で、これ内部の構造を見ていきますかね。まず1階はですね、もともと1階か2階建てぐらいの建物だったんで、それの名残がまだあって、ここら辺ちょっと整理してないんでごちゃごちゃしてるんですけども、1階は基本的に資材置き場になっておりますね。四隅からアクセス、地下を通ってアクセスできるようになってます。でね、住民たちのこの寝床からつなぎたかったんですけども、まだ工事が終わってないので、とりあえずなんかみんなこの外側のハウスで寝てるんですけども、なんかこういう風にね、つないでこっからこうみんなアクセスできるようにしたいですね。で一応貯蔵庫になってるんで、食事のそばに食堂を置いてますって感じですね。あとちっちゃかった家の頃の名残で、お祈り所もここにあるんですけども、あと遊ぶとこですね。これが1階層目ですね。2階層目は工房になってますね。料理作ったりとか、お酒作ったり、研究したりですね。結構お家でかく作ったんで、結構空きスペースが全然ありますね。でここにも大広間ですね。ここから食事とってすぐ食えるっていう感じですね。3階層目、全然置いてないですね。空き部屋、娯楽施設がちょっとあるだけ。何かに使いたいんですけどね。とりあえずもう必要な施設は全部下の広い部屋で賄っちゃってるんでほとんど空き部屋になってます。そして、4階層目、ここは、神殿ですね。お祈り所になってます。下にもあるんですけどね、上にも作っておきました。で5階層目はまたここも空き部屋何にもない。で、6階層目、ここも部屋にしようかと思ったんですけど、内部を階段で上がるようにしたらちょっと強度の問題でね、柱を立てなくちゃいけないところが出ちゃったんで、ちょっと 見栄えが悪いんで、一番上の部屋はまあちょっと入れないようになってます。扉を柱に使うのをそのまま利用してるので、この内部の空間も外側を自由にですね、行き来できるようになってるっていう形ですね。で、てっぺんはまあちょっと祭壇っぽくですね、石のブレイジャーを並べてみました。こんな感じで、ピラミッドハウス、もう豆腐住宅とは呼ばせないぞという、建築物ですね。これを作るのにめちゃめちゃ時間かかりましたね。またこれをゲーム内でなんだろう、1年か2年ぐらいかけてやっとこう建築できましたね。めちゃめちゃ時間かかる大きな構造物は。じゃあとりあえず襲撃来てるんで、軽く追っ払っちゃいましょうか。寝てる住民かわいそうだけど、ちょっと起こして、だからこの上にね、並べていくだけの作業ですから、なるべくね、胸壁に近づいてもらって、こんな感じ、よし、 OKOK、 この中の人も胸壁にね、近づいてもらって、これやってる余裕がありますから全然、よし、こんな感じ。今回半分ぐらいの人数でね、守れますんで全然。さあ改良された
ちらですね、敵もやっぱり弓部隊いるんでちょっと気をつけなきゃいけないですけども、まあ、基本的にこっちの攻撃は一方的に強い、まあ、感じでもう一方的ですよねみんなちゃんと来てる、敵もすり抜けないでちゃんと来てますね。もう来る方向も決まってるから楽というか、あら、おお勝利逃げたくても逃げらんないと、もう半分ぐらいの人数で守れちゃうんでね、もう帰っていいよと、うまく機能するようになった、罠橋バージョン3ですね。あ、皆さんお帰りくださいいやー普通に、こういう風に建設するのもめちゃめちゃ面白いゲームなんで、ね、もうちょっとそのパーツ建設のパーツだとかその、ね、いずれは家畜なんか豚とか改良になるんかもしれないですけれども、それがちょっと楽しみですよね。今後のアップデートに期待ですね。ということで今回は、こちらのピラミッド型住宅の、ご紹介でした。ではまた。